効果的に落とす方法は、まずトイレ用のお掃除シートを使うということがまず一つですね。さらにですね、クエン酸をですね、40倍に薄めた液、これをそのシートにシュッシュッシュッと吹きかけてなじませて、で酸性度を高めるということをして拭くといいですね。壁面の掃除、床は今回割愛しますよ。だって床はですね、結構掃除しますよね、皆さん、こまめに。壁面はなかなか日々掃除となるとなかなかできないですよね。でどうやってやったらいいか、先ほどのお話にもつながるんですが、おしっこの飛び散り、おしっこ汚れ、おしっこ臭を一番どうにかしたいというところが大掃除にはあると思います。家に男性陣がいる場合は、その男性陣に可能な限りですね、座っておしっこさせるということをさせるのがいいのかなというふうに思いますね。我が家ではですね、私はいつもですね、座っておしっこしてますね。子供たちはですね、立ってやってるんですけれども、だからですね、やっぱり汚れるんですよね。でも自分が原因ではそこ汚したくないなと、トイレ掃除担当でもありますからね。だから自分は座っておしっこしてますね。で立っておしっこするとそこだけじゃないんですよね、床だけじゃないんですよ、壁面にもやっぱりかかるリスク相当高いんですよね。そうするとクロスにつくと、それもですね、おしっこ臭の原因になるんですよね。で効果的に落とす方法は、まずトイレ用のお掃除シートを使うということがまず一つですね。さらにですね、クエン酸をですね、40倍に薄めた液、これをそのシートにシュッシュッシュッと吹きかけてなじませて、で酸性度を高めるということをして拭くといいですね。そもそもキレキラトイレクリーナーもトイレクイックルも弱酸性なんですよ。酸だからおしっこの汚れを、おしっこの匂いが取れたりするんですけれども、大掃除の時はパワーアップさせたいですよね。ということでクエン酸を追加するというやり方ですね。そうすると酸性度が高まって、もっとおしっこの汚れ、おしっこの匂いが取れるようになりますから、そういうやり方をお勧めしますね。はい。でクエン酸の40倍希釈液の作り方は、キッチンスケールを用意していただいて、そこに空スプレーボトルをあげます。で 200ml のクエン酸40倍希釈液を作るとしたら、クエン酸を 5g 小さじ1杯ですね。そしてお湯を200になるまで入れると、正確に言うと 200g 作ることになりますけれども、それでできたらトリガーを閉めてしっかり振って、溶けたらこれで40倍希釈液と、そしてトイレのシートにシュッシュッシュッと吹きかけて、でこうなじませて、しっかりなじんだらそれで拭いていくと。本当に匂いが気になってたり、実際にちょっと黄ばみ汚れが壁紙についている場合は、液をですね、つけて残すような感じでですね、ちょっと濡れるぐらいの感じでつけて洗うのがいいと思いますね。でそしてちょっと放置ですね、30分ぐらい放置して、それから今度はまた拭くと、その拭く時は普通の何も加えてない普通のトイレシートですすぎを兼ねて拭くというやり方ですね。それで落ちると思います。壁紙にもう染み込んでるような状態ですと、それでも落とせないことがありますけれども、ひどくない場合は黄ばみもですね、ある程度落ちますので、ぜひそれで試してみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。